の雫がそっと伝わって落ちてゆく。遠くの光はゆらゆらと夢の世界にいるようで、優しい気持ちになるのです。床に座って頬杖つくと、窓打つ雫が落ちてゆく。そっと溶けてしまいそうな夢の世界にいるようで、なぜか思い出すのです。優しい僕は夢の世界にいるようで、部屋の僕を見つめているのです。部屋の僕を